善洋寺は東京都世田谷区の下にある寺院。新言州地山派に属し、深沢村から江戸時代をはじめ、慶安年間に移転してきた。本堂の前にある茅やの大木は樹齢700年とも800年ともいい、1964年に東京都の天然記念物に指定されている。善洋寺は玉川のほとり、国分寺が気仙沿いに位置する。正式の名を、 影高山うや院ぶ広しなどの全用密つといい、京都市東山区のちし院の末つである。江戸時代以前には、この寺は深沢村にあったと伝えられる。この寺の僧侶だった、幸氏しみあじゃりという僧が、本山のちし院で修行を積み、深沢村へと戻ってきたが、不在の間に寺は荒廃していた。慶安年間に幸ちしげは下野のげ、 村あざね通りに寺を移転したと伝えられるが、新編武蔵風土機構巻の49、江原郡世田谷領勘割、小、下野毛村の城に、その年歴つまびらか、ならずと記述されている上、現在地への移転以前の善用寺のことについては、文献がないためほとんど知られていない。一時期矛盾の時代もあったが、2012年の時点で判明している歴代住職は、 海祖の幸重から数えて20人である。新編武蔵風土気候館の49には、新言修新儀にて、とどろき村、万願寺の松寺なりと記述されていた。1872年の、小義新言新儀新言本末一派寺院名祭長通という資料によると、善陽寺の住職は、谷沢川沿いにあった、清四恩寺という無重の寺の住職も兼任していた。 清四恩寺は三号を、次元山と言い,い、当時の善葉寺と、同じく新義新言宗に属し、やはり万願寺の末寺であった。その後、清四恩寺は火事によって全焼して、廃寺となり、万願寺に合併された。清四恩寺は跡地近くの坂に、清四恩、寺坂という名前を残している。本尊は、金剛界大日如来で、木帳漆塗り。 高さは4尺余りの座像である。毎月1日には、本尊のご縁日として、大誤幕用が修行され、正月元旦にも、元旦御魔が行われる。その他に、節分会、背書き、春秋の悲願なども修行されている。世田谷区、野毛屋中町近辺、川崎市高津区下野毛をはじめ、都内や近県に眼科を持っている。全陽寺は、 玉川八十八箇所三十二番及び玉川二十一箇所十四番の札所である。巡礼家は、おごそかに如来の大皮下が焼けり玉の川辺の貝屋の,のみ寺にである。なお、境内からは、鎌倉時代から室町時代にかけて作られた板火が十八基出土している。善用寺の貝屋マリコ川に架か,かる赤い橋の座像が出迎える。海田は架空の真珠で、 日よけの神と言い,い、世界でも五つしかない、珍しいものという。本堂は、奈良の東照大寺今堂を模したもので、守備一体が乗った瓦吹き、寄せ棟作りの屋根が特徴である。本堂の前には、善用寺の茅帳と呼ばれる茅帳の大木が生育している。この茅帳には、豪族の娘が助けた沢が親子の恩返し伝説があり、そばには沢がや河津。 そして、河童の石像が設置されている。その他にも、境内には、ガネーシャ神、石、洋、固定像などがある。本堂内には、本尊の大日如来座像のほか、秘仏の不動明王立像と、聖高童寺、金柄童寺などが祀られている。古くはこの地の鎮守である六所神社の神洋堂や、閻馬堂が、境内に存在していた。年には、 全幼寺中校400年記念として、盆昇と盆昇動画完成した。ABCDEFG、ふるさと、世田谷を語るのげ、髪の毛54ページから56ページ、東京都の文化財384ページ、ABCDE、海底、世田谷の散歩道163ページ、ABCDEFGHI、ふるさと、世田谷を語るのげ、 髪の毛116ページから118ページ。ABCDEF、資料に見る、江戸時代の世田谷106から108ページ。新編武蔵フード機構、下野毛村。小山台、町歩きスポットストリートガイド4シーズン。2012年4月14日、閲覧。AB、世田谷婦人台長。161ページ。AB、賃事訪問。 世田谷区の下、全洋密寺東京ディープ湾内2012年6月16日、閲覧。全洋寺2012年6月16日、閲覧。ありがとうございます。